ちは。超精神改め、真実の正体、ナディア・ロココです。ユクテルヘッドの正体よりも、驚いた人は多いのではないでしょうか。そんなことより、まず前回の動画で、たくさんの励ましのコメントをいただきまして、大変嬉しかったです。この場をお借りして、お礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。そして、今日の動画なのですが、正直作るかどうか迷ったのですけど、もしかしたら、誰かの参考になるかもしれないですし、とりあえずなぜ休んでいたかの説明も含め、作ることに決めました。びっくりマンとはあまり関係ない、病気の話なので、興味のない人は、ここで動画を閉じることをお勧めします。それで何の話かと言いますと、題名でなんとなくわかると思いますが、私の身に何が起きてたかという話なんですね。ずっと体調が悪かったとお伝えしましたが、先月ぐらいからずっと便秘気味でお腹の調子が悪かったんですね。で、休止する少し前の話ですが、トイレに行って踏ん張ったところ、便秘なんで全然出なかったんですよ。だけども、ピチピチって音がして、ちょっと出たのかなと思って、お尻を拭いたら、なんとトイタが血だらけ。その中に、便のカスがあるみたいな。要するに、血便が出たわけですね。ヘラクライスとの赤よりも真っ赤でしたね。そんなこと初めての経験だったので、パニックになって、急いで現状自分の身に起きている症状を検索したら、出てきたキーワードが、大腸がんだったわけですね。もちろん、他にも疑わしい病気があって、その可能性ももちろんあったんですけど、今の自分の身に現れている病状から考えると、最悪大腸がんの可能性があると。人間とは面白いもので、そういう時は軽いものより、最悪のケースを考えるんですよ。少なくとも、私はビビリなので、血の気が引きましたね。それを知った時、もしがんだったらと思うと、手術はしないといけない。抗がん剤治療もやらないといけない。大腸がんの場合は人工肛門のこともあるし、お金もどうなるかわからないと、いろんなことが頭に浮かんできて、その時はもう、体調の悪さも相まって、何もする気は起きなかったですね。もちろん、すぐさま病院に予約を入れて行ったのですが、お医者さんが言うには、症状を聞いただけでは、もう診断はつけられないと。要するに、症状として、便に血がついている。でも、なぜついたのかは、これは検査するしか、原因はわからないと言われました。そして、検査するかしないか聞かれたので、もちろん検査したいと。検査は内視鏡検査で、お尻の穴から、カメラを突っ込んで、腸を調べるというやつなのですが、それを受けることになって、先日受けてきました。そこでせっかく受けたので、どんな流れで大腸検査をするかというのを、話していきたいと思います。これから受ける人、また受けたいと思うけど、なかなか踏み切れない人のための参考になれればなと思います。まず検査前日、病院によって、いろいろと違うみたいなんですが、私の場合はですね、とりあえず、このエニマクリンを食べてくださいと言われましたね。これ病院で買えます。病院によっては、3日前から食事制限みたいなのがあるみたいですが、私の場合は特に言われなかったですね。前日はこれ食べてくださいだけでした。で、夜寝る前に遅効性の下剤を飲みました。そして、翌日の検査日が本番であり、大変なわけですね。まず検査のためには、腸をきれいにしないとよく見えないということで、下剤を飲みまくって、腸の中の便を全部出さないといけないわけです。そのためには、こちらのモビグレップという下剤を飲まないといけないわけです。これをですね、腸がきれいになるまで、要するに何も出なくなるまで飲み続けると。で、ここも病院によって違うみたいですが、私の場合は自宅でやりました。病院によっては、その病院でやるところもあるそうです。で、いろいろと調べてみると、検査そのものよりも、この下剤を飲んで、出す作業の方が辛いと言っている、経験者の人たちが多かったので、私なりの対策を取りました。まず一つ目は、3日ぐらい前から食事制限をしました。特に病院からは言われてなかったのですが、自発的に食事制限をして、腸の中のものを減らしましたね。そうすることで、
下剤を飲む量を減らす作戦をいたしました。具体的な献立はこんな感じですね。で、二つ目は、下剤は冷たくする。ぬるくなると飲みにくくなるという話が多かったので、前日に下剤を作って、冷蔵庫に入れて、冷やしました。当日は、袋に氷を入れ、その中に下剤を入れて、常に冷やしながら飲んでました。三つ目は、すぐに飲み込む。あんまり口の中で味わうと、後味が残ってやばいと聞いていたので、口の中に少量を入れて、すぐに飲み込むというのをやりました。この3つを駆使して、下剤に挑みました。下剤の味は、スポーツドリンクの甘じょっぱいバージョンというか、梅味のスポーツドリンクみたいな味でしたね。人によっては、全く受け付けないという人がいるみたいで、中には吐いちゃう人もいるみたいですけど、私は結構平気でした。全然いけました。で、ちなみに、私がどんな具合だったかというと、こんな感じですね。見ての通り、結構早い段階で、もう何も出なくなりましたね。もう水しか出ない。飲んだ下剤がそのまま出てくるみたいな。ただ色は透明というより、レモン色っぽかったですけど。なので、7杯目ぐらいで、私はもうやめましたね。下剤を飲み終えた後も、全然出たんですけど、しばらくして終わりました。ちなみに下剤を飲む前に、前日の下剤の効果なのか、起きた直後に便はしたので、それも少なく済んだ理由なのかもしれないです。正直、すぐに終わったので、そこまで苦しくはなかったですね。ただ出しまくるんで、肛門様は痛かったですけど。そして、お腹を空っぽにした状態で、病院に行きました。検査はお尻の穴から、内視鏡を入れるわけですが、私は麻酔、鎮静剤を使って、やってもらいました。これが効果抜群で、もう麻酔打たれたら、瞬時に寝ましたね。気がついたら終わってました。若干検査の最後の方に、覚醒しだしてお尻に違和感を感じるぐらいで、特に痛みもなく、本当に楽でした。中には麻酔効かない人もいるみたいですけど、私は本当に一瞬で終わった感覚でしたね。あと、よく腸に空気入れて、カメラ見るので、終わった後、お腹が張って、結構痛いと聞いていたのですが、私はそんなことなかったですね。終わっても楽でしたね。なんでかはわかりませんけど。で、結果なのですが、異常なし、ということでした。ポリープ一つなく、綺麗だったということで、一安心しましたね。大腸がんではなかったと、ただ、軽度の痔があって、おそらくそこから出血したのではないだろうかと。検査結果は、その日のうちに教えてもらえるのですけど、もうこの結果を聞くまでの待ち時間が、本当にドキドキしましたね。本当に怖かった。で、何もなかったので、食事とか制限はなく、その日の夜は、ピザ食べました。美味しかったですね。普通に食事ができる喜びを噛みしめました。検査の金額はだいたい6000円ぐらいでしたね。ただ、ポリープがあって、手術すると、代金が上がるらしいですけど、幸いなかったので、安く抑えられました。びっくりマンチョコ、あれだけ食べても、腸は健康でした。いや、むしろ、びっくりマンチョコのおかげで、腸が守られたのかもしれませんね。ってな感じでしたね。思ったほど、大変ではなかったです。むしろかなり楽でした。もちろん、いろいろと個人差があるので、絶対とは言えないですけど、もし血便が出たりとか、お腹の調子が最近悪く、気になるという方は、検査受けてみてはいかがでしょうか。そしてですね、この動画から完全復帰していきたいと思います。体調も戻りましたし、不安感も解消されたので、またビックリマンに対して、メイコとフィアナには、あーだこーだ言ってもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、ごきげんよう、さようなら。